好評のペンタゴン。最後、速いボールであろうが変化球であろうが自分の感覚で捉えるっていうのがめっちゃポイントなんですね。最後は自分の感覚なんですよ。それで圧倒的にこれ違うんですよ、グリップが。この動きって大切なんだ。めちゃくちゃ最強のバットなんですよ。だから僕はね、5年後、10年後、こういうの主流なんていうの。皆さん、大変好評のペンタゴン販売当初からですね、本当にたくさんの方に買っていただいて本当にありがとうございます。ミノルマン最終章ということでですね、僕が最後に出した野球ギア、このペンタゴンがですね、すごいペースで売れるもんですから、工場もね、大変でして、そして在庫もプラスして今買える状態でありますので、ぜひね、ペンタゴン気になっている方はサイトの方を行って購入していただければなというふうに思います。ということでですね、このペンタゴンの良さ、今日見た人もおるから、なんやこれはという人もいると思うので、もう一回ね、このペンタゴンの魅力、これを皆さんにね、お伝えしたいなというふうに思っております。今ならですね、ゴールドも出てますので、僕持ってないんですけども、バリエーションは赤と黒、そして、黒とホワイト。僕の真ん中ぐらいに多分今出てると思うんですけども、ぜひカラーこの3本なんて見ていただけたらなというふうに思います。早速ちょっと説明していきましょうか。はい、ということでね、皆さんにまずお伝えしたいのは、近年ですね、ピッチャーのレベルがすごい上がってると、球が間違いなく速くなってるというところで、バッターの技術も伸ばしていかないといけないというふうになってるんですけども、もちろん技術は伸ばしていくことも大事なんですけども、やっぱりもっと大事なのが、こういうね、野球ギアを使うことによって、その技術をさらに向上させていく。もっと言うと、最後速いボールであろうが変化球であろうが、どんな球でも最後自分の感覚で捉えるっていうのがめっちゃポイントなんですね。ここを皆さん絶対覚えておいてほしくて、最後は自分の感覚なんですよ。どんなスイングしていようが、ちゃんと理にかなったスイングに自分で持っていく、この感覚がすごい大事で、特にペンタゴンはこの前から来るボールを打てます。公式でも OK です。もちろん軟式 OK、ティーバッティングはもちろん、フロントティーもマシンも全部対応できるんで、それ皆さん最初にお伝えしておきます。最大的な特徴としては、ペンタゴンのここ太いんですよ。パックノブといって、ここが太いバット。じゃあこれどういう効果があるかというと、必ずバットっていうのは、例えばこうヘッドがありますね、グリップがありますね、でグリップエンドがあるんですけども、まあ、普通のバットとしてこれで、ね、圧倒的にこれ違うんですよ、グリップが太さが。じゃあこのグリップの太さってどういう効果があるかというと、ここが重たいということは、振りに行くときにここに重さ感じるわけですよ。ここに重さが感じるとどうなるかというと、この後ろの手、見といてくださいね。後ろの手をこうやって出していくときに、手のひらってこれ若干上向くんですよ。絶対こうやって下向くことなんですよ。そうするとこのバックノブ、ここが重たいと、絶対にこいつは上に行こうとするんです。こうやってヘッドの重みもあって、こいつが上にグイッて行こう。どういう効果が起きるかって言ったら、ここが重たい、上に向く、このバットっていうのは絶対に荷重がこうやって下に行くわけですよ。下に行くイコールバットスイングするときに、上からこうやって叩くっていうのはほぼ不可能になってくるんですよ。難しくなるんですよ。でもパックノブはちゃんとバットスイングするときに、比重がこっちにグッと重みが来るんで、ボールのラインに沿ったスイング軌道がまず可能になる。これめっちゃポイントです。これ一番重要。ここに重さがあると、荷重が上に働いてヘッドがこのように下がってくる。下がってくると重みが増すんで、その重みでヘッドが加速してくる。そうするとインパクトでとてつもないパワーが生まれます。これ遡るとミドルマンスイングって皆さん覚えてると思うんですけども、ヘッドがこうやって落ちてきながらスイングって言ってるんですね。でこれ自然に落ちるのが理想なんですけど、その自然に落ちてスイングをさせてくれるんです。もちろんヘッドランバットも先端重みがあるっていうのがあるんですけども、この手元に重みがあるとより分かりやすいですね。だからスイングするときに、ダメな例で言うとパックノブじゃないとここの荷重が分かってこないんで、振るときにこうやって
感じで腹切りになる人多いんですよ、バッティングで。でも、バックノブでここに重たさが多少あるおかげで、振りに行くときに、こうやってヘッドがこう少し下がりながら、まあ、新落下とも言うんですけど、こう下がっていきながら、勝手にバックノブのおかげで内側にやってくれる。ここが重たくないと、内側から行こうと思っても、バットヘッドが上がって、腹切りになるんですよ、今みたいです。でもパックノブのおかげで内側から入って綺麗に振れるっていう最大の特徴があります。こうあった時にすごい分かります。これグンとくるんで、こうやって思ってもらう、あ、この動きって大切なんだって皆さん思っておいてもらいたいんです。この場合のこの感じとこの感じって全然ちょっと違うんですよ。この流れによってペンタゴンは振ってるだけで自然にインサイドアウトのスイングが可能になってくるっていうのをまず皆さん覚えておいてください。バリ助けてくれるんですよ、こいつは。これね、振ってる人も分かってると思うんですけど、ちょっと詰まったってやつでもなんかスバーンって振れるんですよ。これ絶対皆さん感じてると思うんですね。なんでスバーンって振れるかというと、これが重たいんでここが支点となって、次リストターンですね。パーンとヘッドがまた走ってくれるんです。なんでこれまたヘッドが走ってくれるかっていうのが分かりやすいかって言ったら、ここだけじゃなくてやっぱこっちもちょっと重いんですよ。で、人間って面白くて意識ってすごい大事でね。なんでこのカラーリングがこんな赤はここだけ、赤はここだけってなってるかって言ったら、両方意識しなさいよっていうのを意図的にこうやって洗脳入れてるんですよ。だそうやって意識することによって、自然とインパクトの時にヘッドも走るように意識を植え付けさせてる。そうすることによってバットスイングした時にスワーンとより走ってくれる感覚が養える。めちゃくちゃ最強のバットなんですよ。だから僕はね、5年50年後多分ね、こういうの主流になってると思う。なんでかというと近年ピッチャーがすごくなってるから。だからできるだけ手前に引きつけたい、そしてリストターンをパーンと弾き返したい。もちろん違う技術もあります。リストターンだけじゃなくて、しっかりリストターン以外にもこの胸郭を使って胸で打つとか、そんな技術もあるんやけども、基本はやっぱりバットにも頼っていかないといけない。だから小中学生は絶対にインサイドアウトっていうインサイドから出す技術なんて必須やから、もうこれできひんと上で絶対通用せん。最後に一番はやっぱ前から来るボール打てるところなんですよ。これめっちゃ大事なんですよ。めちゃくちゃ大事。これ前から来るボールをやっぱり最後は自分の感覚を整えていくっていうのがやっぱ何よりも大切なんで、最後ミドルマンの野球ギアっていうのは前から来るボールを打つ。僕ら野球ギアってストーリー性になってるんですね。積み上げになってるんですよ。ヘッドランバットから始まって、要はスイングスピードを上げる、力強く振れるっていうところをまず身につける。投げてくる球に振り負けないという意識を植え付けさせるためにヘッドラン、その時ミート力を高めるためにゲットライン。3つ目がこのバランスですね。前体重の方が必ずアウトコースも届くよっていう。で、つまらず。で、最後ゲットライン。ストーリー性になってるんで、全商品持ってる方が、まあ理想は理想なんですよ。でも、最悪ですね。このインサイドアウトとか前から来るボールで整えたいっていう、もう整える作業だけでも、だいぶ結果は変わってくると思うんで、ぜひね、皆さんペーターも、ね、使用してもらいたいなというふうに思っております。例えばこうやって振ってる子、こうやって振ってる子が多かったとしたら、ペンタゴンを出して、ペンタゴンを出して、はい、じゃ逆方向に振ってごらんということだけ伝えてください。逆方向にバットを出していく、バットを出していくっていう意識を持つだけで、さっきのパックの上で言った荷重がこうやっていくので、基本的には内側から外、インサイドアウトっていうのが身についていくので、最終的にこう綺麗よ、はい、こんなスイングになっていきます。皆さんこれ本当にね、めちゃくちゃいい、ペンダム、これ絶対主流になります。今のうちから絶対振っておけ。13,200 円で、発売しておりますので、残り500ポイントぐらいかな。そうっすね、はい、在庫を本当に増やしたんですよ。増やして残り500本ないぐらいなんで、皆さんすぐに、はい、購入お願いします。もっと言うと、あの海外に実はアジア圏として、アメリカ等にもね、販
販売していく予定で進めてます。7月には行きます、アジア圏。なので、日本のみんながこう買えないみたいな状況が続くかもしれない。それだけは避けたいんで、今のうちによろしくお願いします。ということで、本日は以上です。